はい、どうも皆さんお疲れ様です。ダーポンです。ダーポンが実況するビヨンド2ソウルズ、今回は第14回目ですね。前回からの続きをやっていきたいと思います。まあ前回、CIA のミッションで戦地に行って、一つ任務をこなしていたんですけども、まあそこでね、協力してくれた子供のお父さんを、殺したってことによってで、CIA から抜け出すというところで、終わったと思うので、早速前回からの続きでやっていきましょう。給油ということで、これ多分、あれですね。まあ、逃げ出す逃亡生活中のところになるのかな。お。ジョディ、わあ、プリンセス、ほら、よく顔を見せてくれ。まったく驚いた。綺麗なレイディに成長したな。相変わらずキュートで。悲しそうだ、今もね、昔みたいに。ずっと会いたくてしょうがなかった。それで？エイデンはどうしてる？いるのか？ああ、久しぶりだな。歩かない？ああ、そうだな。心配した。追われてるだろう。逃げるしかなかった。仕方なかったの。まあ、これかな。私のこと誰かに言った？まさか。言ってないよ。姉さんにもね。重罪犯との密会がバレたら俺の身が危険だろう。インフラワールドの進展は？ああ、これまでよりも強力なコンデンサーの開発に何億もつぎ込んでいる。軍が介入していなかったらできなかったことだ。なるほど、軍ね。コールは何をしてるの？小さなグループで霊体の種類を分類して違いを研究したり、そんなところだ。重要じゃないが、やりたいことをやっている。だから、この前の話だけど、何か分かった？君が生まれた日、ノラ・グレイという女性が DPA で子供を出産した。あは？だが子供は死産だった。それ以外はどう？あまり。二十数年前にノラが DPA の研究プログラムに参加してたことだけだ。彼女は力を持ってたんだよ。力？父親は？その子の父親は誰なの？名前はジョナサン・ニコルス。ジョナサン・ニコルス。出産前に亡くなってる。はあ、はあ、心臓麻痺だ。分かったな、それだけ。ノラは今どこに？拘禁されてる精神科病院にね。出産の後からだ。ファイルを見る限りまだそこにいるはずだ。精神科病院に監禁されてる？ああ、そうらしい。会いに行かなきゃ。ジョーディ、気持ちはよくわかるが、精神科病院にいるんだよ。君の求める答えが見つかるとは。答えなんて探してない。ただ会いたいだけ。わからない？私の母親なの。はあはあ、彼女に会えば自分が誰なのかがわかるかも。ジョディ、 DPA の厳重警備施設にいるんだぞ。しかも今君は国中の法執行機関から追われる身だ。簡単に中には入れない。どんなことをしても母さんに会う。コール、私のために危険なことさせてごめんね。ありがとう。コールはいい人ですね。
まさか君一人で行かせるわけないだろう。めっちゃいいやつやん。ってことは、この病院に監禁されてるのが、ジョディのお母さん。嫌な予感がする。警備もいないし、確かに。駐車場も空だ。確かに。何か変だ。30分で戻ってこなかったら言って。おとなしく待ってるわけないだろう。コール待って。大丈夫か？雨がすごいですね。ここ。じゃあちょっと行ってくるわ。あ、主任コーチじゃん。行儀よくしろよ。おーい。うまくいくはずだ。すいません。どうも、あのノラグレイに面会を。許可証をお持ちですか？許可証。ごまかす。嘘はいけないから。ねえお願い。私は娘で、もう何年も会ってないの。ねえ。すみません。面会には必ず許可証が必要なんです。どうしよう、許可書がいるってよ。コール。許可書。オーケー、今回はダメだったか。どうする？今考えてる。そうだろうと思ったよ。いって。い。カチャ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 。ノラグレイ見つけた。ノラグレイ7階の43号室。おい、ボタンがないぞ。きっとデスクの後ろだ。これか。オッケー。どうも。よし、順調。丸腰だけ大丈夫かな、コールとかね。決して普通。What？ どうする？エイデン、なんとかドアを開けて。エイデン、やっぱ先にガードの気をそらさないと。ああ、いや、これあれだな。エイデン、パソコンも閉じます。カメラは大丈夫なのかな。見られてないはず。大丈夫か。いないな。何かあるはず。カードキーだね。どうすればいいんだ。カードキーか。触れそうなところはないけどね。エイデンスパール。いや、遠く、ここなんだ、休憩室みたいなとこですね。
あ、いた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 。防犯カメラどうする？これじゃ遠すぎる。遠すぎる。遠いんですわ。遠いんだったよ。この辺から行く。ダメだ。さっきの人がいなくなってんだよな。触れそうなもんは下にいたの。これ机の下にいた。これ乗っ取り。おはようございます。よし、これで おやすみなさい。あのカードキーが必要なんだね。借りるよ。よし、防犯カメラは先に潰してやるだろ。43号室っつって。ったく、君が悪すぎる。さっさと43号室を見つけよう。43。危険なもんを潰していかねえとな。なんかうめき声みたいな。あったぞジョディ。お。ナイス。ジョディ、おいで。おいよ。ここか。ここで待ってる。ジョディ。正気を失ってるかもしれない。君のことまるでわからないかも。確かにな。やっぱりやめた方が。いや、行ってくるよ。座ってるけど。母さん、私、ジョディ。反応がないね。あなたの娘。
これな、なんとも言えないです。手伝って、そういうこと？あー、まあ特殊能力的な能力があるんだね、やっぱり。母親も父親も両方力がある。この赤ん坊がどれだけ貴重かわかるか。君には無理だ、ノラ。すべて私たちに任せてくれ。それが一番わかるだろう。でも私の赤ちゃんよ、返して。気が変わったの、赤ちゃんを返して。早く眠らせろ。お願い、子供を外に出して。何かおかしなことがあったらすぐに連絡をくれ。ああ、なるほど。薬を増やせ。二度と意識が回復しないように。そういうこと。ごめんなさい。ごめんなさい。私のせいで。何を見せたいの？なんだ？これなんだ？破壊して、エイデン。早く破壊して。なんかが。はい。母さん、私の子。可愛い娘。あら。二度と会えないと思ってた。会いたかったわ、ジョディ。本当に会いたかった。何があったの？何をされたの？与えられた薬で魂が閉じ込められた。どうしようもできなかった。死ぬのを待つしか。ダメ、私が逃がしてあげる。助け出すから。もう遅いの、ジョーディ。遅いの。愛してる、世界中の何よりも。それだけは変わらない。なるほどね。よ、エイデンにこれ殺すパターンがあるぞ。やだよ、これはやだよ。これはちょっと出ていいのかな。残る、立ち去る、立ち去る。すまない、ジョディ。ええ、コールは裏切ったの？そんなことある？うわ、いきなり銃装で殴られた。
これ一体なんだ。そう、ちょっと水でも飲むか。ウェイデンで触れそうなとこ、なんだこれ、なにこれ、なんか何か計測中のようなものがありますね。はいはいはい、スノードームだ。ああ、これあれですね、あの人のところですね。これ姉さんのとこだね。これは印象がないと開かないやつですね。でもあそこでエイデンでお母さんを心臓を止めるっていう感じのやつがあったけど、開くんかい、開くんかい、ここ簡単に。なにこれ、うわ、あれか、またこのあれかよ、霊体を呼び寄せる機械的なものか。あら、史上最も強力なコンデンサーだ。驚いたかい、姉さん。ジョーディ、会いたかったよ。本当に無事でよかった。痩せたな、疲れた顔して。でも生きて会えた。オフィスに行こう。さあ座って。気分は？もう最悪、あいつら頭を思いっきり殴るんだもん。すまない、乱暴するなと言ったんだが、エイデンのことを警戒していたんだろう。コールは？家だ、大丈夫。君を助けたかっただけだ。昨日のことでコールが罰せられることはないよ。どうやって見つけたの？逃げ出してからずっと追っていたんだよ。殺そうともしたが、だが私がしばらく待つよう説得し監視していたんだ。母さんに何があったの？そこだよな、やっぱり。ノラは不安定だった。彼女と赤ん坊を危険にさらす可能性があったんだ。そんなことありえない。リスクが大きすぎた。私はその頃ただの研究員に過ぎなかった。私がこのことを知ったのは随分後だ。全てが嘘だったの。赤の他人に両親のふりなんかさせて。 DPA は安定した情緒環境が必要だと思ったんだ。家、両親の愛、いわゆる普通の生活、良い状態で君を研究したかった。研究？研究だって。私は何なの、姉さん。ラボのネズミと一緒？私はまだ子供だったんだよ。小さい子供だったの。君はリンクだ。こちらとインフラワールドとのリンクだった。ずっと待ち望んできた存在だ。それで CIA に私を引き渡す気？それがあなたの計画？ここに連れてきたのは君にできることがあるからだ。彼らは君の協力を望んでる。私を殺そうとした奴らの手伝いをしろっていうの？それがあなたの望みなの？いいか、ジョディ。信用しろって？奴らの犬を？母さんのことも両親のことも嘘をついていた。どうして？お金、権力、名声のため？やめろ、ジョディ。分かってるだろ。私には分からないよ。ある国がインフラワールドを発見した。インフラワールドを操り、コントロールできると思っている。何を相手にしているか分かってないんだよ。もし霊体がこちらの世界に侵入したらどうなると思う？
私には関係ないことでしょう。君はインフラワールドを誰よりも理解している。 CIA の仕事でしょ。私は関係ない。取引をするそうだ。協力すれば君は自由の身だ。ジョディ、道が開けば何が起こるか分かっているだろう。世紀末が訪れる。君にはそれを止める力がある。なるほどね。あなたと同じ以下を選択したプレイヤーの割合です。同義室について何も聞かなかったコンピューター使ってガードの注意を引いた。あ、少ない方の選択肢ですね。あ、俺結構わりかし少ない方のあれですね。選択肢を選んでますね。はいはいはい。あ、結構みんなノラをあのまま殺しちゃったっていうパターンが、なんか、殺しちゃったっていうか多分心臓を治せるとかって思ったのかな。そんな感じなのかな。いや、でも結構今回の回はね、結構すごい回でしたね。まあ、その、ジョディの出生の秘密だったりとか、本当のご両親の話とか、そして、この新しい、インフラワールドのリンク、であとはネイさんがどういうふうに考えてるかっていうところが一つ、この後のポイントになってくるかなと思います。というわけで皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございました。次回第15回目でお会いしましょう。お疲れ様でした。